当然そうなってくると文春の裁判とある意味併合してくださいということを言って、一緒にやってくださいって言えば文春の、あの情報もある程度こっちももらえる可能性も出てくるんで、ぜひね、松本人志や立花隆もまとめて訴えてきてくださいね。本当にこれなんていうのかな、ちょっと言いたいことがあって今ど忘れしちゃったけども、いやもう本当に迷惑ですよ、あのスポンサーは。これこのままね、今松本人志がやってないやってない裁判するなんて言って、この仮処分もせずに記者会見もしてないと迷惑なのはスポンサーなんですよ。これどっちなのってなっちゃうから。で、あなたをその有罪か無罪じゃないな、まあ、あなたがやったかどうかを判断するのは実はスポンサーがやらなきゃいけないですね。もっと言うと世論になるんですよ。だから早くしなきゃいけないのに、こんな裁判をするって言ってる時点で、もちろん裁判をしながら記者会見やればいいんですから、同時にやればいいんですからね。もう僕が言ってる通りになってるでしょ。松本人志はもう終わってるんですよ。今日は活動休止って言ってますけど、これ必ず引退しますから。もうどんな言い訳しても無理ですから。もちろん文春側は被害の相談いっぱい来てますって言ってる通りなんでね、これ本当に松本人志や、これ他にも変にこれ引っ張ると他の芸人にも行きますよ。もちろんその小沢、スピードワゴンの小沢もですね、これもうめっちゃ迷惑してると思います。まあ迷惑って小沢がめちゃくちゃ悪いと思いますけど、他にもアテンドした人ボロボロ出てきますよ、おそらく。吉本の芸人とか、吉本以外にお笑い芸人、松本と親しくしてた人がボロボロ巻き添えを食らうと思いますよ。もうそれよりも罪を認めて、やったことを認めて、もう早く被害者の女性と和解するのが一番大事だと思いますがね。まあもうこれ完全に吉本興業はジャニーズ事務所と同じ運命をたどると思います。この裁判をしている間にも僕は NHK の政権補佐、東京都知事選挙に僕の方で何人か集めてですね、これ吉本興業や松本人志に対しての糾弾もするつもりです。糾弾というのは批判をね、やっていくつもりですので。あ、言いたいこと思い出した。これね、文春は言うて1週間に1回とかしか発売されないけども、僕の YouTube は毎日、今日もこれ3本目になるのかな。で、僕の言ってることをいろんなまた YouTube の人が言ってくれてるんですよね。で、これがめちゃめちゃ効いてると思います。スポンサーの人たちがこれ見てるんです。だから昨日僕がご飯食べたテレビ局の人も見てるって言ってます。それはそうですよね。これ僕が広めてるんだから、文春の記事を拡散してるんだから。だってこれ書いた人何人、これを読んだ人って何人いるんですか。おそらくこの週刊誌を購入して見た人っていうのは40万とか50万ぐらいだと思います。これ100万部なんか売れないですから。ネット記事を見た人が何百万人かいるんでしょうけども、僕の YouTube だけでももう50万回るやつは50万回とか回ってるんですよね。僕のだから切り抜きとかもいっぱいいますから、影響は文春に近いぐらいの影響力持ってるんですよ。だからもうこれ止めれない。だってガーシーを僕国会議員にした人ですよ。こう分かります。僕はそのガーシーが言ってる彼の暴露を確信して、わざわざドバイに2度行ってガーシーに国会議員の選挙出てくれ、参議院選挙出てくれって説得して、ガーシーが国会議員になってっていうことをやった人間ですよ。ある意味 NHK の訪問集金も去年の9月末で止まってますけど、ある意味一人で NHK と戦ってここまで来てる人間ですよ。その辺の YouTuber でお金を稼ぐ、ちなみにこれ広告収入入ってませんから、これ再生回数回って僕には1円も入ってこないんですよ。ちなみにそんなためにやってるんじゃないんですよ。こう本当にお前らいい加減にせえよって話なんです。テレビ局を使ってね、テレビを使ってアホみたいに金儲けして、都合が悪くなったら会見もせずに裁判しますとかって言って、そういうやつらが腹立つだけでこれだけしつこく言ってるんですよ。で、だから僕の YouTube めちゃめちゃ効果あると思いますよ、影響力っていうのは。綾野剛の時だって僕はまずロッテ、綾野剛はレディーボーデンの宣伝してましたから、ロッテにすかさず電話してメールして、で公にはしませんでしたが、ロッテ、いわゆるレディーボーデンの宣伝をして綾野剛のロッテに電話をして録音してました。で、これ本当に綾野剛の CM 続けるんですかって言ったら、3月中に止まりましたね。僕は電話して多分2週間とか3週間で止まりました。で、綾野剛がやってる番組、まあ水曜、日曜日の夜9時とか10時かな、その半沢直樹の枠 TBS の、あの時にスポンサーの花王ですよね、花王さんの本社に行って、選挙カーで行ってね、
そんなあの悪いことしてる人をねドラマの 主人公にして、それで花王さん大丈夫なんですかっていうことを花王の本社前でも言いました。つまり何度も言いますが、僕は YouTuber ではありません。正確に言うと YouTuber でもあるか、 YouTuber でもあるけども活動家であり政治家なんですよ。言った以上はやります、責任も取りますって。このまま逃げ続けても、文春はあくまでもメディアで書くだけですが、僕はこれを国会にも持っていくし、裁判所にも持っていくし、とことんやります。政見放送でもやります。だから、この僕の圧力が松本人志が、もうビビったってなってるんじゃないですか。もうね、松本人志、うだうだ言う前、うだうだ言ってる暇があったら、立花隆を訴えてこい。そんな裁判でいろいろと仕事休んでまで裁判するんだったら、俺訴えりゃいいじゃん。文春だけじゃなくて訴えてこい。ということを最後に言って終わりにしたいと思います。元国会議員 YouTuber、立花隆が、NHK をぶっ壊す。文春法出ましたね、新たに3人の新証言ということで、文春が出ることが確定しました。まあもう本当に取れたてのニュースなんで、大阪や福岡でも恐怖のスイートルームがあったということでですね、もうまあ今日出るこの時間に僕は知ってるということは、昨日の夜松本人志に当ててるんです。吉本興業に週刊文春がこういう記事を出すけども何か意見があるかみたいなことを当てたんで、昨夜もうまさにもうこれはダメだと思って松本人志が、まあ、根を上げて芸能界を休止する、まあ、活動休止って言ってますけど、これもう完全に引退ですね。もう無理です。これ記事ちょっと読みましたけども、今僕がここで記事の詳細を言ったら、それこそ僕のところに今度情報入ってこなくなるんで、週刊文春の新たな3人の証言にしたというタイトルで記事が出ます。僕はちょっとまあこれ言いたいのは、決してこれ芸能のこと面白かしく扱ってるんじゃないですよ。今までこういうのを全部政治家とメディアが握りつぶしてきたんですよ。で、これ松本人志は裁判に集中するって言ってて、僕裁判って1ヶ月3日ぐらいでいいと思ってたんですけど、どうも刑事のようですね。つまり彼が記者会見とかして喋らないのは、今の捕まった政治家たちと一緒で、民事裁判じゃなくて刑事裁判を控えていてですね、刑事裁判の場合は自分から言われて黙秘をしてた方が有利なので、それで喋らないだろうなと思っています。であとワイドナショーに彼が出演するとかって昨日ツイッターで書いてましたけど、そんなの無理に決まってます。こんなのを松本人志をワイドナショーに出演させたら、もうフジテレビの株なんかもめちゃめちゃ下がってしまうし、そのありえないです。もう松本人志と完全にもう昨日のこの記事を当てられてちょっともう狂ってると思います。正常では入れない状態になっているということを至急にお伝えしました。以上です。続きはまたもう一回またどっかで詳細を入れるようになったら YouTube 作りますので、楽しみに待っていてください。以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をどっかは